ミルゾヤンとアルメニアの作曲家、ルーベン・サルキシャン・エドバルド・ミハイロビッチ・ミルゾヤンは、アルメニアの作曲家。作曲家のミハイル・ミルゾヤンの息子。ソビエート連邦時代のグルジア・ソビエト社会主義共和国ゴリに生まれるが、1924年にエレバンに移住。エレバン音楽院で学んだ後、モスクワで学ぶ。1947年。 モスクワで弦楽史重奏曲第1番を作曲した。1948年からエレバン音楽院で教団に立ち、1972年から1986年まで作曲学部長を務めた。また1957年から1991年までアルメニア作曲家連盟議長を務めた。作風はセルゲイプロコフィエフ、ドミートリー・ショスタコービチ、 バルトークベーラの影響を受け、その上にアルメニア民謡を取り入れたものである。作品には公共曲、室内楽曲、歌曲、ピアノ曲、映画音楽がある。代表作には、ティンパニと弦楽のための公共曲、アラム・ハチャ・トゥリアンの思い出に寄せる、詩悲鳴、連作ピアノ曲、祖母のアルバムなどがある。リンウンドアルメニアンコンポーザーエドバルド・マーズヤン、ダイズ・アット十二。 ありがとうございます。